高田真一は日本の作曲家、指揮者である、元広島大学教授、日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団の指揮者を務めた。実業家の息子として、1920年に東京府江原郡大森町で生まれた。1926年に西条小学校に入学、8歳から上野大使に音楽の処方を学び、 1932年に、成城高等学校尋常科に入学後は、12歳から、藤滝子にピアノを、16歳から作曲を、長谷川義雄に指示した。1937年に、東京音楽学校本科に入学、橋本国彦、下尾坂一、ヘルムート・フェルマーに作曲を、水谷達夫にピアノを指示した。本科を卒業後、 1941年に研究科に進学し、1943年3月に研究科を修了した。在学中の1941年11月、第10回日本音楽コンクール作曲部門で助曲、桜が第2位に入賞した。また、同年から成城合唱団の指揮者を20年間務めた。1943年12月に、 日本公共楽団の専任指揮者に就任する。同月行われた日経の定期演奏会で主題変奏曲と奔走曲がジョゼフ・ローゼンストックの指揮で演奏された。1948年平和の金ネコン流会還元楽憲章に公共史平和への昇華が実績入選する。1950年の NHK25 周年記念還元楽憲章に 公共的に学賞が加作入選する。1951年9月まで日教の指揮者を務めた後、東京フィルハーモニー公共学団専任指揮者を務めたが、1960年1月、病のため39歳で急成した。1956年4月時点での作品一覧に基づく。ありがとうございます。